沖縄市の、テルヤ交差点から上げたバイパスを散歩してみたいと思います。テルヤの交差点結構混んでいます。大きいダイソーができたり、向こうには居酒屋アンズ屋があって、ここをまっすぐ行くと、小座十字路あって、ここ、左曲がるとここが上げたバイパスになっています。ここを散歩します。テルヤ入り口のバス停、葬儀社沖縄、ここも大きい交差点になっています。歩いていきます。梅雨でもう雨もずっとなんか毎日降ってるような感じです。今日は小雨だから、散歩してみます。こっちの細いところ行くと、テルヤ郵便局が確かあったような記憶があります。あれ、ここ交番だったけど看板とかがなくなっている。まだ交番、警察のマークがついているからまだ開いているのかな。交番なんかあんま動いていなさそうな感じになってました。では続いて、土曜の昼間なんですけども結構車が渋滞しています。ここがテルヤ4丁目っていうところです。テルヤ4丁目、道の向こうには橋看板が、もう橋マークがいっぱい出ています。シーサーが結構飾ってあるお家が多いです。立派なお家だと結構な割合でシーサーが門のところにいます。愛好保育園、愛家か愛好か保育園あって、赤瓦の立派なお家。あと沖縄のお家の特徴では、門の前にシャッターっていうんですかね、門が、結構厳重に、なってるお家が、多いです。昔戦争終わった後外国人がいっぱいいる時になんか入ってこないような防止って聞いたことがあるんですけど、結構厳重な門が多いお家がたくさんあります。こっち行くとあっちの大きい建物でしょうか、沖縄市立学校給食センター第一調理場、
パソコン工房修理屋さんですね。沖縄に引っ越ししてきた当時は、この近辺に住んでいたんですけども、だいぶなんか雰囲気とかが変わっているイメージです。スタイルジャパン、テルヤ店、美容室に布団巻き二郎、こんな布団巻き二郎とか15年前とかなかったような気がします。布団巻き二郎の向かいにはセブンイレブン。セブンイレブンも沖縄に来てまだ 2,3 年だと思うんですけど、だいぶなんか増えてきた感じがします。ユニティ福祉サービス事業所、就労継続支援 B 型。なんかここら辺は結構新しい新築のお家みたいなのもたくさんなんかあります。この交差点のところは2軒とも新築だし、結構ここら辺も変わってきてる感じがします。この信号を今の道を左に上がると中部特殊会病院に抜けていく道だと思いますね。中部特殊会、北中城村に引っ越ししてしまったんですけど、今跡地どうなってんのかまだ見たことないですけど、こっちには金秀、朝19時から夜12時まで。こっちにはホットモップがあるけど、こっちもなんかとっても綺麗だから多分新築なんじゃないかなと思います。こっち側にも学校かな、学生さんがいっぱい歩いているから中学校かな高校かがあります。こっちのオレンジ色の建物は何だろう、なんか空き家っぽくなっています。さっき見えた学生さんの学校が、ここが上田中学校っていう 学校ですね。中学校、こっちにはかりゆし歯科、昔来たことありますけどまだやってそうですね。今日は閉まっているのか。沖縄市立上田中学校、上田中学校、なんか歴史がありそうな学校の雰囲気があります。デイサービス、うなが屋、こういう高齢者施設っていうのは今とっても増えていて、最近聞いたんですけど、コンビニエンスストアの数よりも、
高齢者のデイサービスの数の方が多いっていうのを聞いてちょっとびっくりしたんですけど、まあなんかとってもデイサービス増えています、高齢者施設。大きいお家だ。ここの交差点の隅にあるのは揚げ田サイクル。ここの自転車屋さんはなんか昔からありそうな、続いていそうな自転車屋さんです。サイクル。ここら辺もなんか綺麗、天気とかが綺麗になっています。ジューン。こっちはバイク屋さん、クリニック、バイクがいっぱい並んでいます。金屋アパート、ここら辺は古い建物がまだ並んでいますけど、ここの交差点はちょこちょこ通るんですけど、なんか新しく、なっています。交差点も広くなっていて、交差点の名前はないと思うんですけど、道がとても広くなっています。ここの交差点を見、あっち右側に曲がると、揚げ田十字路交差点の方に行って、左側こっち側に行くと新垣病院の方に行きます。交差点のところには、コンビニエンスストア、ローソンもできています。向こうには、沖縄市の市営団地が新築で建っています。ローソン、上の方は、トンネルっていうのか橋になっています。車が今通ってました。ここが沖縄市循環バス、揚げ田バイパス。ここはアムロ橋っていう名前みたいです。アムロ橋、でかいシーサーが2匹、アンティークショップ、坊々一等木、三味線あります。
ちの方はなんか空き店舗になっています。なんかお店あったと思うんですけど、なんか空き店舗っぽく、空き店舗じゃないか、なんか閉まってそうな感じですけど、空き店舗かな、違うか、中村しか、ステム進学塾、雨降っていて湿気が結構すごくて汗をすごいかいてきました、早く梅雨が上がらないか、あと3週間4週間はなんか梅雨が続くと思うんですけど、早く上がってほしい。こっちは平鮮魚店、中華料理シェンロン、でもここ中はなんかお店今はやっていなさそうな雰囲気です。外壁防水塗装、ペンキ屋さんですね。楠の木通りまで、歩いてきました。ここは T 字路になっていて、こっち側行く と、沖縄市役所とか子どもの国の方面で、こっちに行くと、大里方面中部特殊会病院跡地の方になります。じゃあ、テルヤ交差点から揚げ田バイパスを散歩してみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。